こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。久々の、取り消すやん。そうや。やっぱり、バーチャファイター3？ 今回、ウプ主は、HDMI コンバーターに、アップスケーラーをぶっ刺したぜ。え？ま、見てみ。綺麗になってるわね。ウプ主、今まではコンポジットから。超お手軽に録画していたからな。なんか、今まで見えていなかったものが、見えるわね。で、ウプ主、この画質で、チームバトルモードをやったぜ。おお、文字がはっきり見えるわ。老眼の進行が止まらない、ウプ主でも見えるぜ。視聴者の皆様方、よろしければ、全画面表示でお楽しみください。Fight one, ready, go! Fight one, ready, go!
Fight! Two! Ready! Go! Fight one, ready, go! Fight one, ready, go! Ready, go! Hey! Hi! Go!
足りないわ。Fight one, ready, go! あなたには空腹が足りないわ。Fight two, ready, go! Fight one, ready, go! Fight two, ready, go!足りないわ。Fight one, ready, go!やっ!やっ!
空腹が足りないわ。Fight two, ready, go! Fight one, ready, go! あなたには空腹が足りないわ。Fight two, ready, go! あなたには空腹が足りないわ。Fight one, ready, go! やっぱり空腹足りないわね。Fight two, ready, go!Fight three, ready, go! KO! あなたには空腹が足りないわ。うぷぬし、久々にプレイしても、コンティニューなしでクリアしたわね。てか、パイの 2P カラーって、あんなに模様が入っていたんだな。そうなのよねー、今までの、コンポジットじゃぼやけててわからなかったわ。服の柄や、シワまではっきり見えるな。でもねー、もう今、YouTube にしろ。コンポジットで録画して、アップしてる人いないんじゃない？実はそうなんだよな、ドリキャスもみんな、HDMI だな。そうでしょ？うぷぬし、安易にやりすぎ。うぷぬし、やっぱり、めんどくさがりだぜ。プレステ3で、CPRM を回避して、リッチレーサーを、HDMI 録画するくせにね。
そうなんだぜ、CPRM 回避する方が、よっぽど面倒で。うぷ主の、リビングがケーブルだらけになってるぜ。それはするくせに、コンポジットには無頓着だったのね。他の方々の綺麗な動画を見て、何とも思わなかったのか？うぷ主なりに、コンポジットで、満足していたのかしらね？おお、細かい字もはっきり読めるぜ。ゲーム中の画面っていうか、これくらいの大きさの方が、細かいところまで、よくはっきり見えるわね。そうだな、アップになると、コンポジットも、うぷ主的には、十分だったんだろうな。でも、こんな、HDMI コンバーターと、アップスケーラーの、綺麗な画像を見てしまうと、うぷ主も、戻れないでしょうね。そうだろうな。なになに？いきなり、ゲーム画面。パイがジェフリーに勝つんだな。これくらいの大きさが、一番よく綺麗さがわかるわ。小さくなっても、表情がしっかりわかるもんな。綺麗なのは、よくわかるけど、なにこれ？パイが勝った後の、勝ちゼリフのところが面白いぞ。起きて、言えなかった。で、最後に並べてみたぞ。右が、HDMI コンバーターに、アップスケーラーで。左が今までの、コンポジットだぜ。パッと見、明るさが違うわね。ま、このままでもいいが、なんなら、画像ソフトで変えられるな。うぷ主じゃないけど、アップは、コンポジットでもいいかな？って感じね。まあなあ、コンポジットの方が、当時の風合いはあるかな？うぷ主は、バリバリ真空管世代だしな。綺麗さというか、鮮明さは、当然違うわね。それと、同じ動画だから、並べや一発で合うのかと思ったら。また、全く合わないんだぜ。リッチレーサーの時みたいに、最初と最後で強引に合わせたぜ。そうなのね、でも、なんとなく合わないのは、わかる気がするわ。HDMI でも、コンバーターだけと、アップスケーラーつけたのの違いも並べたかったんだがな。うぷ主に、次の機会に頑張らせましょう。じゃ、終わるわよ。はいよ。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。ゲームオーバー。